人が入ってきてレコーディングを動画で見せたの初めて。うわすごい、本当にすごい、うわすげえ、ロビンマスクだ。続いて熱々の鉄板ジョーク 200g だ。ヒッシュハチキューチュー、ハンバーグ。すげえな、ハンバーグのボリューム。もう半端ねえよこれ。どうしようもねえな。さあ、レコーディングスタジオやってまいりました。小坂プロデューサーお願いします。はいはいはい、宮本武蔵です。宮を進むね。宮本武蔵、そんなことや。はい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 、宮沢賢治です。違います。銀河鉄道の夜やってないでしょ。宮を進むさんです、ね、俺んちですよ。いや、僕が小坂さんの自宅の中のレコーディングスタジオ、うん、これちょっと動画で、自分で撮ったのもあるよ、はい、いろんな番組とかで、はい、人が入ってきてレコーディングを動画で見せたの初めて。うわすごい、本当に普通の家 の, あの奥だからね、うん、だって普通にここにほら毛布で音がいかないようにしてるからね、こうやって向こうに。本当だ、いかないようにしてあるんですか。これでもあるないで全然違う。ああそうなんだ。音はほら空気の波だから、はい、空気の波をここで一旦押さえとけばクッションになってるんですね。そうなってる。でそれがあることによって、このここがここをちょっと引っ掛けてるの中に、うん、そうするとここがギュッと閉まるから音は、ああこれで、で寝る部屋にも同じようにしてあったら、うん、寝る部屋には音はもうほぼいかない。こういうのもなんか意味あるんですか。音がほら、ここでスピーカーなるでしょ、うん、そうするとここボワンとしちゃうから、うん、ボワンとしない角度にぶつかるとこにこうやるとチューンって静まって前に、いいやつ。だからまあ全然こういうための部屋じゃないってことですよね、そもそも。全くここだってピコ太郎も来てもらってね。ピコ太郎も全部ここ。あ、ピコ太郎もここでやってんだ。これ何なんですか。これあの、はい、エアリフレクションっつって、うん、だからこれを取っちゃうとマイクがボワンとしちゃうでしょ、声が。はははは、いわゆる今ほら、はっていうこの響きがある、うん、最初じゃないから、だからここの中だけでも声がいかないように、だからまあここに顔を突っ込んだら音がすごいデッドになる。あのなんだろうね、あのシーンとした部屋、おーおーおー、よくあのレコーディングスタジオ入るとシーンとするじゃない、あの感じにだけ、ここの中だけ今なってる。うーん、これがポップガード、パッピップを消すやつの、まあ今レコーディングスタジオ大体この金属の、うん、このマイクがもうこれが UA87i、 あのもうすごいこう有名なマイクのまあ復刻版で、このケース、このアタッチメントがついてたら、うわ本物だっていう。へでこっち側が機材 でここから向こうは趣味部屋、ちょっと今荷物がいっぱいあるんだけど、うん、こっち側はもうフィギュアとか。ロビンマスターが見たいと。ロビンマスクは本物のロビンマスクってないでしょ。うわすげえ、ロビンマスク、すげえ、ロビンマスクだ。これはすごい。うわすげえ、重い、めちゃくちゃ重い。だからやっぱロビンマスクって首強いんだよね。こんだけ重いの持ってから首が強い。すげえ重い。かぶれるんですかこれ。かぶれるっぽいよ。かぶったことあるんですか。ないね、まだ。ほんと指紋つかないよ。これを取るの。ちょっと待ってください。そのままそのまま。じゃあちょっと待っててね。する。うわすげえ。ちょっと何？なんとちょっと。え、前は見えてるんですか？全然見えない。あ、見えないですね。かっこええ。20日ぶりから一人ってどういうことなんですか。ちょっと待ってくれよ。え、これ売ってるもんなんですか。これあのこういう鍛冶屋さんっていうかそういうところが出してるやつで限定でね。すごいなこれ。ワイエル製、まあ、みんながね憧れのタイガーマスクといえばワイエル製、その中村さんが作ってるワイエル製のやつ、お見せてくるのがまだ本人がもかぶってるし、ウルトラマンなんかもアントニオ・マルティネスっていう初代だよね。なんでそっち食いついてる。初代のアントニオ・マルティネス製のマスクのやつですから、本人がかぶってるやつ。取るから調子に喋るの。なるほど、うん、あ、これはこれはね、ブラックタイガーが乱入バージョン。聞くな。ブラックタイガーが乱入した時作ったバージョンですよね。なるほど、これがカルガリーハリケーンズ時代の。いいそんなの。平田淳二がね、知らないでしょ。
スペースゴジラか。じゃあでかいから。でかいから止めろ。これシンゴジラ。なんで？シンゴジラ大好きなんですよ。そう、これシンゴジラ。何なんだよ。これシンゴジラだよね。シンゴジラとかいいよ今。尻尾が人間の形になってるやつね。いいってもう。最後のあのエンディングのところですよね。いいよもう。これいわゆるスペースゴジラ、まあアニゴジラね、アニメの中のゴジラの説明いい、ポリゴンピクチャーズが作ったやつだよね。で窓が巻き替わってグレナガンがあって、ミッキーマウスもめっちゃかっこいい、ね、いいってもこれミッキーマウス何が？いやレコーディングしないと時間あるんでしょ？歌う歌う水割りをくださいなんで水割りをください？堀江潤のメモリーグラス、堀江潤いいよ、歌うでしょ堀江潤のメモリーグラスこういう感じのやつ最近若い頃のライブとかでやったら全滑り、うん、当たり前だよ知らねえことばっかり言ってるからマジで全滑りよ。そりゃそうでしょ。このマシンさんどうした、チカズのミックスベジタブル見るような目で俺見やがって、そっちだったら俺だよ、俺ハンバーガーだ、ここは大丈夫。それじゃ腹ペコの皆さんに浅草の鉄板ジョーク、まず 100g から。自分のやつを自分で今覚えてるんですなんとなくで喋っちゃってるから。続いて熱々の鉄板ジョーク 200g だ。一回録音適当にするけど、はい、気にせず、はい、ずれても無視して。ちょっと帽子取っていいですか？帽子邪魔ですか？ちょっと本邦初公開の何回か映ってますよ、帽子の帽子のジバージョンで、すみません、はい、まず頭の前振りを取ります。はい、わかりました。前振りを自分で自由にやってみて。じゃあ撮ってみます。お願いします。はい。この街も変わらねえな。どうした、付け合わせのミックスベジタブル見るような目で俺見やがって、忘れちまったか。俺だよ俺、ハンバーグだよ。完璧じゃない、テンポ的には。一回聞いてみます。はい。この街も変わらねえな。どうした、付け合わせのミックスベジタブル見るような目で俺見やがって、忘れちまったか。俺だよ俺、ハンバーグだよ。うわいい、ね、すげえ素晴らしいね。ちなみにもうワンテイク撮って。もうはい、わかりました。ちょっと、ね、頭は低く入ってみかもね。はい。この街も変わらねえな。はいはい。いつものあのいわゆる客がなんだなんだ雰囲気で、うん、なんかすげえ芝居してるから笑える、うん、あの、はいはい、なんでお前そんな本気でやってるのかが面白いじゃん、はい、その感じで、この街も変わらねえな、どうしたみたいな、そのこの街も変わらねえな、どうした、付け合わせのミックスベジタブル見るような目で俺見やがって、忘れちまったか。俺だよ俺、ハンバーグだよ。いいと思います。聞いてみます。この街も変わらねえな、どうした、付け合わせのミックスベジタブル見るような目で俺見やがって、忘れちまったか。俺だよ俺、ハンバーグだよ。ああいいいいね、これいいな、ライブでやりたいな。ねハンバーグだけ撮ってみようか。はい。きっと意図的に気持ち悪いと思うんだけど、うん、ハンバーグのタイミングがちょっと違うのよ、うん、そうで、そう、てんてんてんてけてけてんてんってやつが入ってくるんだよ。このはい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 、わかる、ジャーニーかぶせるぐらいでハンバーグって。そう、ジャーニーさんしハンバーグで、ハンバーグ普通にハンバーグって言うだけでいいんですか？音を無視していい、あの自分の一番面白いハンバーグ。わかりました。あの灰の普通のハンバーグ、ね、うん、これでハンバーグでいくね。で、これはハンバーグはもう客前のあのわらかしハンバーグ。あ、了解です。わらかしハンバーグ、はい。ハンバーグ。うん、それでいいや。それで、長くしてくんない？ロングトーン。はい。ハンバーグっていうなんか長めの。了解です。ハンバーグ。すげえな、ハンバーグのボリューム。もう半端ねえよこれ。どうしようもんねえな。ハンバーグだけ別人だもんな。まあもう一回やってみるよ。はい。ハンバーグ。これいければもうちょいハンバーグいけねえかな。ロングトーンハンバーグ。うん。わかりました。ハンバーグ。
ぐらいの。了解です。やってみます。ハンバーグ。でもロングトーンにするとやっぱり勢い出ない。ちょっと落ちますね。落ちるね。ロングトーンにしようと思っちゃってるからですね。そうだね。ハンバーグ。出ない。いいハンバーグ出たね。はい、手応えありましたよ。見えた？ハンバーグがずーっと出続けてる映像で。ポンポンじゃなくて長いのがずーっとポンって。漫画みたいなやつ。漫画みたいな。長めの。必殺救助。いいね、いいね、いいね、いい声、いい声なんだよ。それじゃあ腹ペコの皆さんに熱々の鉄板ジョーク、まずは 100g から。続いて熱々の鉄板ジョーク 200g だ。この間ハンバーグ目も当てられないくらい落ち込んでいた。かける言葉がなかったよ。でもハンバーグはいつも通りナチュラルに芝居ができた。完璧。入りました。これだね。あ、伊藤田パートは以上かな。はい。師匠パートですね。師匠。ハンバーグ師匠パートですよね。ああ、そっかそっか。あ、そこら辺って意外と どっち曖昧。いや、もう今は完全にハンバーグ師匠パートだったんで。あ、ほんと？はい。あ、だって渋谷方面ね、それはね。渋谷か曖昧かってことなんだよね。あ、今渋谷方面。渋谷方面ね。了解。うん、まあ、どっちの話してるの？渋谷とか言ってね。渋谷の方が渋谷でもないですけども。ハンバーグの ルパンのエンディングみたいな曲作るのよな。足元のキャラミつくみたいな。だからちょっとしっとりしてる。焼いてどうだみたいな。ハンバーグのなんか歌詞考えてよ、うん、ハンバーグの。それ全然書きます、書きます。哀愁漂う、ハンバーグだけでもいいかもな。ハンバーグ、ハンバーグ、ハンバーグが、ハンバーグの作り方をずっとそれに肉をなんとか 100g 準備につなげてどうのこうの使った。ありがとうございました。どうも。いかがでした？ハンバーグ師匠のレコーディング。やっぱでも独特だよね。まあまあ声がいい。うわ嬉しいな。声がいいから、これ声ばっかり加工できないからね。いい声って。ありがとうございますね、だってほらハンバーグ師匠って声の良さのみで受けてるのみじゃない。ギャグは弱いギャグはすこぶる弱いんだよ。ところがそれはまたいい、そういうもんじゃんか。いいや、そういうもんじゃんか。声でその強火にしてるんですよ。いやいや、もともとはもう目玉ほら弱くても種火よ。もともとは種火なんだよ。え、着火剤ぐらいよ、うん、その着火剤から一気にいい声で、そこがガスバーナーみたいなもんだから、キュイボーンって言うけど、元火がちっちゃいのよ。うるさいんです。ピじゃない。もうマジで元火は小さいから。ピじゃない。なんもないわ、こんなったら。俺だったら。ピじゃないんだよ。ピはやりたくなった。かわいい。かわいいぐらい？小さい声で言うの。あ、でも素晴らしいレコーディングでございまして、あとはちょっと、私にお任せあると。ありがとうございます。いうわけで、あと映像撮るんですよね。映像もそう。 PV ってことそれ。そう、 PV 的な。 PV ちゃんとやろう。 MV もうガチでやろうよ。やりたいね。めちゃくちゃいい。メイクから入ろうよ。もうちゃんとメイクはいいでしょ。これででダメ、ちゃんとやろう。誰か来た、奥さん帰ってきましたんでそろそろ終わりだと思います。じゃあレコーディング、あの引き続き、僕もうレコーディング終わったんで、今からいわゆるあのミックスっていう、ね、段階、そこら辺は結構、そこが俺シビアなんでレコーディングが終わりました。で、ここからはミックスの段階ですね。ミックスね、うん、もうレコーディングがとっくに終わってます、ね。あ、わかりました。はい、ごめんなさいね。もう閉めよう。僕あんま仲いい人いないです。わかりますよ。食らいつく後輩じゃないと無理だから。そうなんね。この間だから第7世代と仕事したらもう全然食いついてこなくて。第7世代からしたら、もうバケモンしてるでしょ。全然食いついてくれなかったんで。このね、これ YN 製
のマスクです。これ黒木初代タイガーマスクの木羽付きタイプですね。で、このグラデーションがかかっているところ、そしてここがですね、全部本革でしてまして、きちんとこの革なのにこうとんがりまで完璧に仕上がっているってい いうものでございます。そしてちょっといいですか、これがタグですね。タグにきちんとタイガーアーツ、これは 本物の証明と佐山悟の、サイン、現代のサインが、入っております。これが、ありがとうございます。誰に見せるの？どこで出すんだよこれ。ライアンのせいですね。つけおさんのミックスベジタブルミニオンの目で俺見やがって忘れちまったか。俺だよ俺、ハンバーグだよ、ハンバーグ。ハンバーグ師匠ミュージックライフをご覧いただきありがとうございました。グッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。 Twitter、Instagram のフォローもよろしくお願いします。チュー。